んにちは、アイミルです。いや、今週も始まりまして、まあ先週は全く覚えてないです。まあ7月がもうあっという間に、もう今日16日です。半分ぐらい過ぎちゃって、ついに今週末で夏が始まるということなんで、まあ、ホールに行くことをどんどん少なくなっていってほしいところですね。僕もだいぶ負けてるんで、この1週間半ぐらいだけで軽くこれぐらい行っちゃってますね。何かというと、もう鬼武者で夢見てしまったりとか、徹夜で調子に乗ってしまったりとか、デコトラであんなに調子良かったのに無視して違う台打ってるというのが原因だと思います。